はいこんにちは中学受験桜らチャンネルの滝谷直樹です今日は南関高の算数筑波大附属駒場の、えー、駒場中学校の平面図形の問題をやってみましょうこの中学受験桜らチャンネルはこの私滝谷直樹が受験業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルですいいなと思ったらチャンネル登録お願いします さあでは早速やってみましょうつくば大付属駒場の平面図形ですまず問題を読みます一辺の長さが1センチの正三角形の頂点または辺の終上に ABCDE がこの順でありますと正三角形の中にある一点とこれらの五つの点をそれぞれ線を結ぶと 正三角形の面積が5等分される、点位は E に最も近い正三角形の頂点から何センチのところにありますか分数で答えなさいさあ「かっこ三は5つの点の一部しか書かれていませんっていうんです、まあ今日はかっこ1だけをじっくりやりますさあえー、もう一回見ますね「三、一辺の長さが1センチの正三角形これ1センチですこれ。 1> 1 cm 1 cm 1 cm ですで頂点または辺の上に ABCDE 頂点または辺のどこかに ABCDE とこの順で ABCDE という順番で打っていくこうやってね ABCDE と打っていくわけですよ。でえー、で正三角形の中にある点ね この中にある一点これ適当に点 P を取ってね P ってやないどこでもいいんですけど正三角形の中にある P を取ってこれらの5つの点をそれぞれ線を結んでいく A と結んでいく B と結んでいく C と結んでいく D と結んで E と結んでいくとね面積が5等分されるまあそういうい点がある。 でこの時点 E は E に最も近い正三角形の頂点から何センチのところにありますかこの E がこの場合で言ったらここからここまでの長さを求めなさいねさあじゃあこれどうやってアプローチしていくかというとまあまずねえー、ここ二分の一センチだってと分かりますねさあそしてこれえー、っと ABC でしょ さあここ F としときます F と FD が4分の1センチですから DC はこれ4分の3センチになります、ね、で何が分かるかなって思ったらねこれだけで分かることは2分の12分の1ですからねこう1対1ってことです AB 対 BC は1対1です そして今度ここ分の1:3ですから、ね、ここここだけ四角形になりますねこれね FDFEPDFE でこれで面積等しいこれ,これと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 これで面積等しいんだけれどもね四角形になるんだけどこうやって引くとね面積比はこれ 一対三だってことわかります。三角形。F. P. D. と。三角形 D. P. C. の面積比は。一対三とわかりますよ。一対三。で。これを三とおくとね。面積等しいわけですから。この B. P. C. も三と受けます。A. P. B. も三と受けます。 でそしても3と置けますよつまり正三角形全体を15と置くとみんな3が5個ってことですからそうだとするとこの残った四角形 PDFE の PDE は1なわけですから EFP の方は2これで3ですよね。こうやって分かれていくんだ。 333ねもう一回言いますよここと PDC と PDF が4分の1対4分の3で辺を分けてピッと引っ張ってますから1対3の面積なはずだ1対3の面積なはずで PDC を3と置くと PBC も3でなきゃいけないし PBA も3でなきゃいけないし PAE も3のはずだとそうするとこの四角形の PDFE は3のはずで 下側ががでですすから上が2ですただここよく見ると今度 E は三角形 PAF を3対2に分けるように切ったところが E ですよね。ってことはこれ3対2ですよ。1センチの辺の長さを。 3対2に切り分けたわけですから近い方これねこれ5分の2センチってことになるす2を5個に分けた2つ分ですから EF は5分の2センチですだから括弧1は5分の2センチだっていうことが分かるわけですさあえ次回ね括弧2ですけど今度はここから A が始まる A から B ここに B があって3分の2センチ。B から C ここに C があります。BC が7分の3センチです。でここで D と E をここにくっつけて E と、えー、この頂点に近いところね、えー、どこか求めなさいっていうのが括弧に括弧3の問題です。ね今日はここまでにします。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。